あったかくて水分がこうギューってなっちゃって、これはもう完全に、まあ、出荷もできませんし売り物にもならない状態です。そういったところで、こう話すのは山辺町で13代続くさくらんぼ園地を営む沼尻淳さんです。5月からの、まあ、暑さで、色づきがやっぱりこう早く来ちゃって、まあ、玉伸びがしなくて、去年は1トンぐらいの収穫量があったんですけど、今年はだから3分の1以下ぐらいの300キロぐらい、300ちょっとぐらいですね、はい、お客様の方からも味は美味しかったんですけど小さくないっていうふうな実際に問い合わせがあって、ある意味忌憚なご意見を非常にいただいていて、今シーズンは周りの園地でも収穫が間に合わずに熟してしまった実が多く見られたといいます。だからこの現象っていうのは多分続いていくのかなというふうに思っていて、やはり農家さんの収益自体もかなりちょっと落ち込んじゃないかなっていう、まあ、それの中は一旦でもいいですから少しは協力できたらなと思っています。こうした状況を受け、沼尻さんは5年前からさくらんぼの買い取りを始めました。買い取りの中心は近くの生産者から持ち込まれた完熟して味は最高なのに廃棄するしかなかった実です。今年は佐藤錦を1キロ当たり500円で合わせて120キロ分を買い取りました。逆に言うと山辺だけでちょっと知り合いの農家さんだけでもこの量なので、山形県全体といったらものすごい量になりますよねというふうな。買い取った実は特殊な冷凍庫で保存し、活用方法を試行錯誤してきました。山辺の農家さんから買い取らせてもらった佐藤錦のみの品種だけで作った、ピューレになります。しかし収益化が見込める商品はこれまで作ることができませんでした。そのピューレとかしたりとか種を取ったりとかして、やっぱり、コストが見合わなかったっていうところがありまして、やったものをやったんですけどちょっと見合わなかったということで、今回は丸ごと使えてクラフトビールにできるっていうことになったので、今回はまずはチャレンジの第一歩というふうな形で。ビールの製造はワインなどの果実酒と比べ製造にかかる期間が短いことがメリットです。実も軸も種もすべて活用したビールを作る予定です。買い取った佐藤錦の実とこれまで試作していた佐藤錦 100% のピューレを活用し、9月上旬の商品化を目指しています。製造は米沢市のクラフトビールメーカーに依頼しました。まあ、農家さんの支援もなるし食品ロスにもつながるし、なおかつ、商品化ができていくっていうふうな形の、まあ、なんですかね、まあ一つの提案だったりとかっていうふうな部分ができたらいいなとは思っていますね。現在沼尻農園ではクラウドファンディングを実施していて、ビールの仕込み作業は来月下旬から始める予定です。温暖化の影響なのか廃棄されるさくらんぼが増えつつあります。課題解決の起爆剤となるのか、沼尻さんの挑戦は続きます。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちらからお願いします。そしてグッドボタンもお待ちしています。押してください。